去年その、未来の子供たちの輝く笑顔のためにというスペシャルアルバムを出しました、その1曲目に入っている曲がですね、実は、いわき海星高校が、何年か前に選抜で21世紀枠で甲子園に行きました。その時に、いわき海星高校の応援歌を借りてそれで学校に届けに行こうじゃないかとそんな話が盛り上がりました。それで、俺は歌を書くために、新聞の切り抜きを集めてみたり、煮詰まると彼らの姿を追っかけて学校に行ってみたり、いろんなことをしながら、コツコツと歌を書き重ねていきました。そのうちにですね、どうも彼らの姿がですね、この福島の遠くから避難してきた人たちが、ね、また立ち上がっていこうとするそんな姿に、どんどんダブっていきました。復興の歌を書いたらってたくさんの人たちに言われながらなかなか書けませんでした。それは、20カ所くらいずっとあの避難所を回ってね、ずっと歌い続けた時になんか生実家の感じでね、頑張れとか一生懸命どうぞとかそんな歌に、書けなかったの。あまりにも悲惨なそんなあの避難した人たちの姿を見ちゃったもんだから。でも少し落ち着いてね、そんなことを彼の姿を見ていたら、その彼らの姿と避難している人たちのそんな、苦しみの姿がなんとなくこうたぶっていって、そして、ついにとりあえず俺流の復興という歌を作りました。それが去年のその未来の子供たちの輝く笑顔のためにというアルバムの1曲目に入っている曲であります。復興という歌を歌ってみようと思います。君たちは絶望と悲しみの中にいた。いつからか追い求めた夢の形さえ、あの日のと粉々津波が打ち砕いた。でも諦めなかった。瓦礫のその中から再び自分を探すように流されたパッドや苦労やボールを一つ見つめてはなぜか胸の奥に湧き上がる高鳴りを覚えていたの。たとえその想いが遠く届かなくても、その日まで心折れることなく長く回る凍える冬、耐え抜くつぼみで変わろう。いつの日か眠り来る春を信じて。一度でいい思い続けた遥か甲子園への道、福島の今の姿はきっと君たちの姿。打ちのめされ倒されてもそれでも前を前へ、グラウンドも使えず体育館さえない、過酷な地面に立ち向かって、神様にもらった二度とないチャンスを必ず生かす。傷ついた人たち勇気づけて復興へと導くんだ。Thank you.
甲子園の舞台に今咲き誇る二度と二度とない季節に過ぎてゆくこの時間にいわき海水はその名を刻んだろう。福島今の姿はきっと君たちの姿、打ちのめされ倒されてもそれでも前へ回る。